写真フロムアビスがわかるデュエルマスターズ。はあ、闇に染まりたい。闇に染まって悪魔とか魔王とかそんな感じの人たちと契約したいよ。どうしたのムーちゃん、何があったの？デュエマの新しいスタートデッキが出たから見てたんだけどね、すごくかっこいい闇のカードがたくさんあるんだ。チアリパパ、デュエマ知ってる？一緒にやろう。学生の頃にやったことあるけど、ムーちゃんが教えてくれる？いいよ、僕もこのデッキで遊んでみたかったし。やってみるか。ムーちゃん先生よろしく。チアリパパ、デュエマは40枚のカードを用意して遊ぶのは覚えてる？デッキのこと。それは覚えてる。このスタートウィンデッキはデッキがそのまま入っているから、チアリパパもすぐ遊べるよ。デッキを山札の位置に置いてシールドゾーンに5枚、あともう5枚引いて手札にする。あれ、シールドってなんだっけ？チアリパパ忘れすぎだよ。シールドはプレイヤーを守る盾のことじゃん。シールドを全部壊して相手にダイレクトアタックしたら勝ち。あー、そうだった。それじゃじゃんけんで先攻後攻を決めてスタートだ。デュエマスタート。よし、確か最初は山札からカードを1枚ドロー。はい、ストップ。先攻ターンの最初はドローはできないよ。あー、そっかそっか。まずは手札から1枚選んでマナチャージして。マナチャージ？カードを使うにはマナというエネルギーみたいなものが必要で、そのマナを貯めることがマナチャージ。そういえばカード文明のことは覚えてる？5つあったよね。当たり。デュエマは大きく5つの文明に分かれてるよ。ちなみにカードの中には2つ以上の文明を持つレインボーカードもあって、レインボーカードはタップ状態でマナに置かれるよ。あー、それね。じゃあこの監獄呪文ピカビムをマナチャージしてターンエンド。後攻ターンの最初はドローからスタート。山札から1枚カードを引いて手札に加えることだよ。そしてスーパーデーモンハンドをマナチャージ。僕はこれでターンエンド。よし、ドロー。トロワサインをマナチャージ。チアリパパ、カードの左上に数字が書いてあるでしょ？その数字がカードを使うのに必要なマナの数。ふむふむ、パパの手札には3マナから使えるカードしかないね。ここはターンエンドで。ドローン。お宝あったからをマナチャージ。2マナでベルゲルエールを召喚。出た時の能力で僕の山札の上から2枚を墓地へ置くよ。ちなみにクリーチャーは召喚酔いといって、バトルゾーンに置かれたターンは動けないんだ。僕はこれでターンエンド。ドロー。ブルトゥーラダッシュワンをマナチャージして3マナでアストマーフルテック3を召喚。何このクリーチャーが出た時、コスト3以下のクリーチャー1体、またはコスト3以下の魂道を1枚自分の手札から出してもよいか。ねえむちゃん、魂度って何？魂度っていうのはね、呪文のように能力を使うんだけど、クリーチャーみたいにバトルゾーンに残り続けるんだ。しかもクリーチャーではないから攻撃されることもないし破壊されることもないんだ。なるほど、使ってみたいけど今出すのはこれから。ブルトゥーラダッシュワンを出すよ。ターンエンドだ。ワンタップしてドロー。ターンの初めにタップ状態のカードがあったらアンタップ状態に戻してね。これがタップ、これがアンタップだよ。ほうほう、タップアンタップ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 。もう分かったから早くやろうよ。おお、そうだった。気を取り直してスーパーデーモンハンドをマナチャージ。そしてフォークフォークを召喚だ。こいつが出た時に山札の上から3枚を墓地に置くね。そしてハンマダンマを1枚自分の墓地から手札に戻すよ。なるほど、だからムーちゃんはさっきから墓地にカードをたくさん置いてたんだね。それだけじゃないんだけどね。まあ後のお楽しみに。さあ攻撃の始まりだ。ベルゲルエールでチアリパパのシールドをブレイク。はあ、やられた。シールドチェック。ブレイクされたシールドは手札に入れていいんだよね。正解。僕はこれでターンエンドだ。アンタップしてドロ。
ハイパーソニックゴールデンタイヤをマナチャージ、そして2マナで巡礼者ブニースを召喚だ。シビルカウント3でカードを1枚引くよ。ん？シビルカウント？ちょっと自信満々に言ってたのにわからなかったの？シビルカウントっていうのは同じ文明を持つクリーチャーか魂度がバトルゾーンにあれば使える能力なんだ。巡礼者ブニースはシビルカウント3だから3枚バトルゾーンにあれば使えるよ。なるほど。じゃあ山札から1枚引きまして、2マナ使ってまたまた巡礼者ブニースを召喚。これもシビルカウント3でもう1枚山札から引くぞ。よーし、反撃だ。アストマープルテック3でベルゲルエールを攻撃だ。ベルゲルエールはアストマープルテック3よりパワーが低いからパパの勝ち。さらにブルトゥーラダッシュ1でシールドも攻撃だ。シールドチェック。よし、そう簡単にやらせはしないよ。シールドトリガーハンマダンマを召喚。こいつが出た時も山札の上から3枚を墓地に置くよ。そして墓地の枚数よりコストが小さい相手のクリーチャーを1体破壊できるんだ。ズルだ。ズルズルじゃないよ。ブレイクされたシールドがシールドトリガーと書かれていたらコストを払わずにすぐ使える特殊なカードだよ。逆転のチャンスにつながるとっておきのカードなんだ。くそー、やられた。ターンエンドだ。アンタップしてドロー。来たか。え、急にどうしたの？我ここに闇に誓わん、開け冥府の門。我が身を闇に染め、いでよ深淵の支配者邪神。なにむーちゃん、何が起きてるの？そして攻撃に移ろう。あんな仰々しく召喚したのに何もしないの？その言葉後悔することになるぞ。フォークフォークでシールドブレイクだ。うわーっと、シールドチェック。ラッキー、シールドトリガートロワサインを使うよ。シビルカウント2でカードを1枚引いて、さらに手札からアストマープルテック3を出すよ。アストマープルテック3の出た時の能力でコスト3以下のクリーチャーを1体手札から出せるから、バトルゾーンに聖女の翼アクルクスを出すよ。いい感じに回ってるぞ。よかろう。シールドトリガーで使った呪文カードは使い終わったら墓地に置く。手札に戻さないように気をつけよ。ターンエンドだ。アンタップしてドロー。トロワサインをマナチャージ。よし、ようやくこいつが出せるぞ。5マナでチェケダンドメチャーレを召喚。パパ車が大好きだからこのクリーチャーがほんとツボ。出た時に自分の光のクリーチャーか魂度一つにつきカードを1枚引けるからカードを6枚引くね。って6枚も引いていいの？さらにシビルカウント5も達成してるからパワーをプラス1万し、トリプルブレーカーと攻撃する時に相手のクリーチャーを1体シールドに送っちゃう能力もついちゃう。これはもうパパが勝っちゃったかな。はっはっはっは。自分の運命も知らず愚かなことだ。え、パパに向かって愚かって。ターンエンド。貴様に次のターンなどない。待っているのは敗北だけだ。アンタップしてまずは深淵の支配者邪神の能力発動。自分のターンの初めに山札から1枚目を墓地に置き、コスト3以下のフォークフォックを自分の墓地から出す。うわー、ただの置物じゃなかった。さらにフォークフォックの能力発動。山札の上から3枚を墓地に置き、ハンマダンマを1枚自分の墓地から手札に戻すぞ。そしてドロー。特攻人形ジェニーをマナチャージだ。さあ震えるがいい。くらえ、アビスラッシュ。5マナで墓地からカップギャラップを召喚だ。うわー、アビスラッシュって何？アビスラッシュとは新種族アビスロイヤルが持つ深淵より生まれし能力。この能力を持つクリーチャーは墓地から召喚することができ、さらにそのままプレイヤーを攻撃できるのだ。行け我がしもべカップギャラップよ。攻撃時にシビルカウント3発動。このクリーチャーが攻撃するとき貴様のクリーチャーを一体破壊だ。あー、僕のマイカーが。
オーマイカー、なんちゃって。そしてダブルブレイカーでシールドを2つブレイクだ。シールドトリガーはなし。さらにフォークフォックも攻撃。このままじゃやられてしまう。そうだ、ブロッカーだ。ほう、よくぞ思い出した。ブロッカーの能力を持っている聖女の翼アクルクスでフォークフォックをブロックだ。ブロックするときはクリーチャーをタップするんだったよね。パワーは互角だから相打ちだ。よーし、まだまだ行くぞ。ハンマダンまで最後のシールドをブレイクだ。シールドトリガーはなしか。でもムーちゃんの猛攻をしのいだぞ。ここからが逆転の。よもやこれでおしまいと思うまいな。え、何時闇との誓いを結び手を取ろうぞ。深淵の支配者邪神で。ちょっと待って、だってそいつは魂度だから攻撃できないはずじゃ。メイドの土産に聞くがいい。深淵の支配者邪神は条件を満たすことでクリーチャーとなることができるエースという種族なのだ。条件は自分の闇のクリーチャーか魂度が合計4つ以上あること。我がしもべたちは4体いるので深淵の支配者邪神はクリーチャーとなるのだ。ダイレクトアタック、チリとなれ。そんなの聞いてないよ。おっしゃー、なぜ負けたのか復讐のためにおさらいをするがよい。うん、まず自分のターンではアンタップ、ドロー、マナチャージ、召喚、呪文などのメインステップ、アタックという順番で行うかな。よくぞ理解した。これで貴様も闇の眷属だ。ならないよそんなの。っていうかいつまで闇に染まってんの。